H1 ロケットは宇宙開発事業団と三菱重工業が N-I ロケットと N-2 ロケットに続いて開発し三菱重工業が製造した人工衛星打ち上げ用液体燃料ロケットである。名称の頭文字 H は水素の元素記号に由来し第2弾の燃料に液体水素を使用することから名付けられた。N ロケットに引き続き 一部がブラックボックスの条件で米国のデルタロケットの技術を導入して作られた。第2弾と第3弾ロケットや完成誘導装置を国産化しており、デルタロケットの技術導入を行った3種類のロケットの中では国産比率が最も高く N2 では54%から61%だった国産化率が HI では78%から98%まで向上した。次世代の H2 ロケットへの重要なステップとなったが、第1弾が自主技術で開発したものではないために NI や N2 と同様にデルタロケットの足として分類される。名称は H2 と類似しているが N2 と共通の第1弾を用いている、と、技術的な類似点は、 N2 の方が多い。第2弾用に液体酸素と液体水素を推進剤とする LE-5 型エンジンを自主技術で開発できたことは次世代の H2 ロケットの第1弾用 LE-7 型エンジンの実現に道筋をつけた点で意義が大きい。LE-7 の実用化にはそれにもかかわらず大変な努力を要したわけであるが LE-5 の経験がなければ、さらに難易度が高くなったと言える。1981年に開発が開始され、1986年8月13日に、h 愛知県機の打ち上げに成功。1992年まで合計9機を打ち上げ、すべて成功した。これにより、桜、ひまわり、ゆりなど、実用性試衛星の打ち上げを順調にこなし、 さらに複数衛星の同時打上げの技術習得もいった。関係機関の一部では HIA とも故障されていたこともあり、後継として正式軌道に 800kg の打ち上げ能力を持つ HIB ロケットを開発する予定であった。しかし、2トン急性子衛星の需要増加や国内技術の進歩のために計画を発展的に解消し、 H2 ロケットの開発へと移行することになった。N ロケットの打ち上げ能力不足を背景として1975年から以下のような基本的な枠組みのもとに調査研究が開始された。昭和60年代初頭から10年以上主力機として使用することが可能であること。正式軌道上に500から8 0 0ラムの人工衛星を打ち上げることが可能であること。 昭和60年代後半の宇宙輸送系の技術基盤を蓄積できるものであること。原則として自主技術を用いること。この研究において上段の構成要素はほぼ決定されていたが、第1段をどういったものにするかが争点となった。第1段を新規開発するのであれば、開発計画に間に合わず N2 の流用とすると新規開発要素が少ない。 ために開発計画には間に合うが打ち上げ能力が計画値の加減にとなると、それぞれ問題があった。最終的には N2 の第一弾を流用した 500kg 級のロケット HIA をまず開発し、その後 800kg まで能力を増強した HIB を開発するという計画に落ち着いた。HILE-5 エンジン展示モデル三段式の液体固体ロケット中、 レオ、低軌道、グソ、静止軌道 H ロケットの開発計画において8 0 0ラムの静止衛星打ち上げ能力を持つロケットとして計画されていたのが H-IB ロケットである。個体補助ロケットのキャスター4クラスへの大型化、メガバイトマイナス3から3エンジンのクラスタ化、寝台型第一弾エンジンの開発、水力変更機能付け大型個体補助ロケットを採用すると、 幅広く検討が行われ、第3弾をロックス、LH2 エンジンに置き換える案が有力となった。第3弾を置き換える案は、詳細な設計検討まで行われ、1989年の主権1号機打ち上げを目指していた。しかし、急速なニトン急性子衛星の需要増加により、1982年頃に計画は H2 ロケットへと発展的に解消する。 方向性が示され、最終的に1984年2月の宇宙開発政策対抗改定によって書類上からも計画は消滅した。H1 ロケットの実物大展示模型は1989年3月から宮崎科学技術館に設置されている。ありがとうございます。